第2袋目だね。この中いきたいと思います。さあ何が出てくるか。これもね結構ねすごいの入ってるからね。次こちら、でるん、スキップホップのウォーターファウンテンでございます。こちらはね9ヶ月からです。来たよ9ヶ月。あー、イカさん好きみたいです。こちらはですね、ハチさんと一緒にお風呂に入ろう方式で、またまたお風呂ものでございますが、本当にお風呂をねもっとね楽しんでほしいなと思ったので、お風呂のもの欲しかったんですよね。本当にできるのかな、どういう感じなのかな。見てこのトクンの捕まり立ちの華麗な、もうトクンもね完全に捕まり立ちをしております。もう2人ともすごいです。最近もうザウルスです。ザウルスがね2人いるからね。これを多分ね後ろに水を入れて、こうやってやるとここ水の輪ができるというやつなんですが、まあ、やってみないと分かんないですね。お風呂でやってみますので。でもかなり可愛いんじゃない。ハチさんだし、使い方、ハチさんを湯船に深く沈めてね、上に一気に持ち上げて綺麗な水の輪を作ろう。ウォーターファウンテンだね。もう絶対こう楽しいでしょ。水の輪を作って遊ぼうね。じゃあ今日からお風呂楽しいね。次いきます。こちらじゃじゃーん、こちらサッシーのツイスト&ターンバトルでございます。これはね6ヶ月からなんですけれども、なんかもうねこの子たちはもうすぐ9ヶ月だからね。あとねサッシーがね覚えていらっしゃる方はいらっしゃいますでしょうか。このダットウェイプレイスタジオのね買ったこのジャーンってジャーンってジャーンとかあるこのおもちゃ、テントウムシのおもちゃあったんですけど、これねなんかもう電池切れまして、で電池交換できないからもう音鳴らないんですけど、まあ未だにねすっごい遊んでくれるんですよ。音は鳴らないけどね。これと同じブランドの、まあ、ラトルですね。出したいな。じゃ開けます。うわ、なんか危ない、この針金でさ、めっちゃ危ないよこの針金。赤ちゃんのおもちゃを止めておくのにしてはちょっと強烈な針金だな。うわ、開けるとき注意してください。これなんか赤ちゃんにも握りやすいみたいなのに書いてあるんですけど、赤ちゃんの握るところがね若干ね欠けてたりとかするところがあって、ちょっと怖いな。ちょっと分かりにくいかもしれないですけどね、ここの部分がね若干欠けてたりとか、ここの部分もなんか若干欠けてる、ね、ここも割れてるし、なんかこの接続部分っていうの、ここの部分がねすごい割れているので、すごいおもちゃとしてはねめちゃめちゃ楽しそうだし、これめっちゃ好きそうなんですけど、これは封印しました。ちょっと心配なのですいません。次いきます。次はこちら、マンチキンの、フロートバブルタートルでございます。これはね4ヶ月から使えるもので、泡の中に閉じ込められたカメさんやラトルが動いたりくるくる回ったりって書いてありますね。これもお風呂ですね。そっか、お風呂のものばっかりになっちゃうな自分で買っといて。どんな感じなんだろう、ちょっと開けていきます。こんな感じね。あー、これ別になんかおもちゃとして普通に遊べそうだけどね。しかも音も鳴るし好きそう。これはこれもねお風呂に浮かべるし、お風呂じゃなくても遊べそうな感じするね。いいんじゃない、お風呂が楽しみ。はい、次いきます。ちなみに今トクンは、ミルク休憩中なので、ちょっと今旦那がミルクをあげてくれてます。はい、次こちら、じゃじゃん。はい、こちら、触れる学べる身近な動物絵本です。これがすごいのはもうねあったんですよ、サンプルが ね本だからね見せれないんですけど、実際にその猫だった猫の毛、犬の毛がね絵本についてるっていうね、仕掛けとかもあったりとか、本物の動物に触れるような感じの仕掛け絵本になっております。これはねまあねこの子たちにとってもいいかなと思ったので、一応手で触る触覚を触覚ってやつさ、なんかこう中触覚みたいだけど、触る五感のうちの一つの触覚を、まあね、鍛えるためにもいいかなと思ったのでこちらにしました、次じょーん、またハチさんなんですけれども、ブリオのバンブルビーでございます。これもね実は1歳からなんですけれども、こう紐で引っ張って動くおもちゃですね。こういうのがね欲しいなって思ってたんですよ。なんかこう交流センター的なところで
構なんかやっぱこう紐で引っ張るタイプのおもちゃを遊んだ時にすごいね興味示してたので、あったらいいなと思ってたのでこちらを購入しました。では見てみましょう。お、ちゃんとなんか入ってる。今まで説明書が入っていたものはなかったからな。あ、いい感じだよこれは。絶対これ楽しいと思う。こちらでーす。いきます。これ引っ張りますよ。こっちから。興味津々。何が鳴ったの。ちょっとだけでいいから見せてください。はい。あれ、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 めっちゃ興味津々してるやん。このシリーズね、むっちゃけめっちゃいろんなのがあったんですけど、私は音が鳴るのがいいなと思ったので、あえてこの83をねチョイスしました。これママチョイスですよ。私的にはこれかなりいいんじゃないかと思うんだけど、ちょっとね対象年齢は12ヶ月からなので、まぁ、ちょっと早いんですけど、うわ良さそう。なんかねブリオのシリーズがねとにかくめっちゃあった。普段ねあんまり売ってないんじゃないかなと思うんですけど、博品館にすごいたくさんあったので、あ、これはいいなと思って購入しました。ヒリヒリしてんの。パパにフリフリ見せてんの。いいね、フリフリね。フリフリがめちゃくちゃ可愛くてたまらんですよ。次はラストです。ラストはこれはすごいよ。ちょっとこっちにしよう。最後じゃーん、じゃーん、チョキーン、かわいのミニピアノでございます。ついに買ってしまったピアノでーす。早いよねまあね、あのめったに大きいの買えないかなと思ってね買ったんですけど、ちょっとどっかそれが取りたいのかな。はい、これでも一番安いやつ。そうだね、これでも一番安いやつ。ピアノシリーズたくさんあったんですけど、しかもねこれちゃんとね、ちゃんとしたピアノだもんね。可愛らしいね。開けてみましょう。オープン。わ、すごい可愛いミニピアノ。おかげさまで30年。音程もねちゃんと精度がいいらしい。自然だから耳に優しい。ちっちゃな手に馴染む鍵盤。3歳以上だそうです。超早い音を聞かせてあげるという意味で、だから一人遊びするときは3歳以上からって書いてあるので、これを遊ばせるときは必ず大人がついてあげるという。よし、じゃあこれはママが弾いてあげるっていう感じです。こんな感じになってます。で、足がついてるから、今足つけてないけど足つければこう置けるっていう感じかな。よし、じゃあ弾いてみよう。河合のピアノは音階がちゃんとあって鍵盤を弾くのでいい音が鳴るんじゃないでしょうか。いきます。私はここの白と黒のところをポンポンします。こっちじゃありません。そっから音は出てるよ。確かに板ここだよ。こっちこっち。板はここに打ちね。すごくなんか上手そうなんだよ。板教えてあげる。板ここ、こっちこっちこっち、板こっちこっち、板こっち、やっぱ板ドラムだな。はい、ということで今回は、博品館で買ったおもちゃをいろいろと紹介させていただきました。まあね、どのおもちゃが良かったのか、まあ私たちもねまだこれから遊ばせていくので、どんな感じで遊んでくれるかまだわからないんですけど、いろんなおもちゃをね買ってあげて、ちょっと将来的なものもね、今回は買いましたけれども、みたいなガシャ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 してね、ええ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 
ちょいちょい入れてね、これからたくさんいろいろと遊んであげたいなと思っておりますね。どれが良かったかとか、これはどうでしたかとか、もしなんかあればね、コメントいただければと思います。まあいろいろとね、チークなり得られるものがあったらいいんじゃないかなと思います。皆さんもぜひ参考にしてみてください。それではこの動画が良ければぜひグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターのフォロー、インスタグラムのフォロー、ブログのフォロー、サブチャンネルを始めました、そちらのフォローもよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。じゃん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 。